白川本旧時期は、旧時期つまり、仙台旧時本義を元にして作られた、仙台旧時本義大成行の類書のうち、白川博王家に伝承したと称する三十巻を言う。旧時期白川家三十巻本、白川本とも言う。通常、旧時期という場合は、平安時代初期の成立と見られる、仙台旧時本儀十巻を指す。仙台旧時本義は、 学術的には儀書に分類されているものの、部分的には資料価値を認める意見も有力である。仙台球字本儀をもとにして作られた書として、味噌サザエ連本仙台球字本儀大成行、仙台球字本儀大成行、白川本球字記の3種類が知られている。これらは江戸時代に仙台球字本儀をもとにして作られたと言われている。 仙台旧寺本義大正教72巻本は、伊勢神宮の抗議運動により1681年、江戸幕府から禁書とされ焼却された。その後、京法年間に、三重昌安が仙台旧寺本義大正教を30巻にして、白川家電の書いわゆる白川本として発行したとされており、内容もほぼ同じものとなっている。また、 味噌サザイデン本仙台給仕本義大成業は72巻本に先んじて1670年に刊行されたものである。そのためいずれも義書とみなされている。ありがとうございます。